サンドロ・ボッティ・チェッリがスパッティエーラのために制作した絵画ルクラティアの物語。イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館所蔵。スパッティエーラは壁面装飾のために取り付けられた装飾されたバックボードである。複数型はスパッティエーレ。普通は木製であり、複雑な彫刻やより奇細工、板絵、金箔などの装飾が施された。こうした壁面装飾は ルネサンス期のフィレンツェでは一般的であった。絵画が壁にはめ込まれたスパッティエーラが現在も当時の状態のまま残っているフィレンツェの例はない。最も高価なものでは部屋の4つの壁すべてに装飾されたパネルが取り付けられたようである。スパッティエーラに用いられた絵画は通常滑走の絵に描かれたパネルのように高さよりもはるかに幅が広く 滑走ソよりもサイズが大きかった。これらは他の重要な部屋でも飾られたが、しばしば結婚式を祝うために作られ、夫婦の寝室に取り付けられたらしい。イキルネサンスのフィレンツェの画家サンドロボッティチェッリとピエロディコジモはスパッティエーラのために多くの遺体を制作した有名な画家であり、現存する遺体の横長のフォーマットはスパッティエーラとして用いることが、 本来の機能であったことを示唆している。これらの遺体は現在では従来の額縁で展示されている。ありがとうございます。